解放後ね、うん、ね一番今ね、あ、全部通貨が円がなくなるんですよ、円がなくなるのがね、日本は今年から試験に入りますけども、とうとうもうあのカンボジアのだったかな、なんかあのもうほとんど全部がデジタル通貨ですよ。そんなとこまでいっちゃいますか。そうです。それでね、今仮想通貨ってあるでしょ。はいはいはい。あの仮想通貨具体的にちょっと名前出したいけど、出しませんが、この仮想通貨を仮想通貨と言って、はい、デジタル通貨をデジタル通貨というようになります。もう間もなく、だからデジタル通貨と聞いたら仮想通貨ではありません、ものすごい似てるから、はい、だってお金じゃなくて、うん、全部デジタルで、計算機でやるから、全く同じだけど、似て非なるもんです。それをちょっと説明しますね。これはもう全然わからないと思うんですよ、皆さん。通貨はプラットフォームなんです、あのね、プラットフォーム技術が通貨まで行くってことです。今のプラットフォームってのはね、なんだかったら、Facebook とか、それからこの何これ放送してる、はい、YouTube, YouTube とか Twitter とかね、あれは何かあったらね、YouTube という画像配信のプラットフォームって作るんですよ、私鉄も一緒です。鉄道、JR とか、はい、あの小田急とか、その私鉄もあれ誰乗ってもいいんですよ、移動に使うわけ、あれは移動のプラットフォームなんです。実は、はいね、それから情報のプラットフォームっていうのが YouTube なんとかなんかそういうもの、情報のプラットフォーム、プラットフォームを作るんです。ね、プラットフォームを作ると、そのプラットフォームには誰でも乗れるんですよ、こう、はい、ね、乗れる、絵も画像も配信できるし、画像が配信できるって非常に意外でしょ。今まで NHK とかそういうのしか配信できなかったのが、自分で配信できるんですね。それと同じことが円で起こるんです。お金で、あのね、円のプラットフォームができるんです。でプラットフォームだからちょっとこれ分かりにくいみたいなね、何回考えてるんですよ、分かりますが、プラットフォームの上に乗れば、その円を自由に使える、はあはあ、うん、だからまあちょっとあの、まあ、一応理論だからこれ言っとこうと思ったんだけど、通貨はプラットフォームである。で信頼が今度必要なんですね、通貨と信頼はどうしても必要なんです、今の保証と言いますかね、いわゆる仮想通貨っていうのが上下するのは信頼がないからですね、ですから固定されるためには信頼がいるんです、それで信頼がいるのでどうするかって言ったら、全部今から始まるデジタル通貨は全部中央銀行とリンクしています、ですから、はい、今度デジタル円にもう間もなくなると思うんですよ、とか、うん、デジタル円になると、そのデジタル円をもらおうとすると、銀行に行って100万円持っていくと100万円のデジタル円をくれるんです、後ろに国がついてるんです。それでこのデジタル通貨10万円を持っていくと必ず9円をくれるんです。ところが9円の方がすごい使いにくいから、だからみんながズル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 とデジタル通貨になるっていうことですね。でも安全性も向上する。で国民の利便性っていうのはもちろん銀行決済が不要になる、通帳は不要になる、送金はそのまま送りますから、集金もそうですね。今例えばカード便利でしょ、なんとかっていういろいろカードがあるでしょ、ああいうの使うと1ヶ月後生産でしょ、だけどこのデジタル通貨になると即時生産、全部スマホになりますね。実際にやってるもう国があって、今一応ね3カ国ぐらいも実際やってるんですよ、それでね、その国の関係ではね、ここにちょっと中国の人民権がプラットフォームができないうちに、日本の円の、デジタル円のプラットフォームを作らないと全部中国に押さえられちゃうんですよ。つまりね、プラットフォームだから、一旦誰かが完璧なプラットフォームを作ると、全員がそこに乗っちゃうんですよ。それが基軸通貨になる。そう、基軸通貨になっちゃう。そうすると基軸通貨になると、中国が基軸通貨を握るとね、我々のプライベートは全部そこで分かるんです。全取引を把握してますから、はいはいはい、ね、そうするともうだから一番はっきり分かるのは、今デジタル人民元というのはもう中国半分やってるんですよ、テスト的にスタートしてますね。デジタル人民元で中国がオイルを、石油を買ったらもうそれ最後なんだ、言ってくれば。その前にデジタル円を確立するデジタル円プラットフォームを作って、こっちにデジタルドルプラットフォーム、これデジタルユーロプラットフォームを作って、それが連携してれば、あのデジタル人民元ができても、我々の秘密はここで守られる。だからね、今も本当に勝負なんですよ、それで、まあ、通貨の、あの効率性がありますね、まあ、契約が不快で、こういう公共サービスが
全然区役所に行かなくてよくなるって、こういうことがあると、で効率がものすごくいいんで、あのデジタル円が できたら日本の経済力は一段と良くなるので、できるだけ早く、はい、あのそれからね、あのちょっと皆さん心の中で思うかもしれませんが、脱税ね、できなくなります。そうです、あやりたくてもね、はい、できなくなります。それね、それに対してなくなる、こう脱税が完全にできなくなる。僕なんかはほら税金もちゃんと納めてるからいいんだけど、はい、いっぺちゃん困るでしょ。いやいや、知って一応わずかでもちゃんと納めてます。税金納めてもないんですよ。ないのか。納めてますから。それでそのショックを緩めるためにね、こういうふうにしてるわけだ、つまり隠せる金をある程度年間認めるような方向なんだ。あの取引をね隠すと。なるほど。そうしないとあまりに社会が脱税できてる社会から脱税できない社会にドカーンとやると、はいはい、やっぱこう衝撃が起こるから、将来は脱税できませんよ。脱税できないってことはどういうことかっていうとね、税金が下がるってことですから。だって脱税してる人の分誰かが払ってんだから、ね、あ、なるほどなるほど。あのあれと一緒ですよ。女の人がよく引っかかるね、あのお土産と一緒ですよ。はあ、あの割引とか、割引とは必ずそうなるからね。割引した分誰かが取るわけだから当たり前だけど。男も引っかかってますけどね。男も引っかかってる、あ、そうか、税収のトータルを決めればそれに伴って所得税だなんだってのが決まってくるっていう。そう、なるほど、ね、それでね、このねデジタル通貨が本当に現実性ができて、今どん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 各国が少しずつ試行からね、はい、本格使用までいってるわけですよ。その理由はあのまず中央銀行が完全に保証するっていう制度ができるってことが分かったこと、これはブロックチェーンという技術だけど、それは日本人がやってるんだけど、例えば、東南アジアでやってるようなもう実際に使ってるデジタル通貨があるんですよ、うん、ボロンとか言ったかなんかそういう名前の、なんとかダラはあっちだな、カリブ海の方で、とにかく何種かあるんだけど、それはやっぱり日本人の、ね、技術が優れてるからね、ブロックチェーン技術は日本がやってるんですよ、大したものなんです。はあ、それでだけどもこれもね、間もなくで、今年から日本は使用ですから、はい、ですからまあ一応2024年から5年ぐらいにはこれになりますんでね、全然驚く必要ありません。で僕これをね、はあ、2年前にね、国際的にこれを説明してる人のやつをじっくり読んだんで、したらこれ大変だ、円がなくなっちゃうと思ってね、僕早く今の持ってる円を処分しなきゃいけないと思って、はい、なんか老人になったためのような設備を家に作ったり、いろいろしたんですよ、はい、僕の金を、持ってる金を使おうと思って、はいはいはい、ところがどうも途中で変だなと思って、去年ぐらいからもう一回勉強し直したんだ、そしたらこれだってことが分かったんだ、要するにプラットフォームを作って、国は絶対それ信頼させるから、今の円と1対1です、だから金を買っとくとかいうのは全部デマ、関係ありません。デジタル通貨の変更になっても大丈夫です、問題はその脱税分だけは少しずつ少しずつ減っていくから、でね、あのそれはねこういう方向でやるみたいですね、最初年に200万までは、情報を国が握ってでもオープンにしません、はい、という形で、その脱税がそこでできるようにしておいて、はい、で少しずつ少しずつそれを減らしていくと、いうことになりますね、でとにかくまあ、 あのそういうことになるので、まああの、分かりませんからし、商売やってる人がいて商売の邪魔になるといけないんですけども、現在次々とデジタル化してますが、本当はねこのデジタル通貨ができた時のに残るデジタルが残るんです、つまり今の円っていうのはデジタルじゃないんで、それとのその保護があって、その保護を解消するためのいろんな支払いの仕方っていうのがなくなっちゃうんです、つまり本体がデジタル化されちゃうので、その本当に必要なものは残るけど、スマホの決済プログラムみたいなのは残るんだけど、 あとは全滅しますね、その点でもいろいろお考えになって、これはお金のことなんで、やっぱりいろいろ変換するにはね、2、3年僕その人によって関わると思うんですよ、だから自動車のこととお金のことを今言ったのは、我々の生活が IT が架空のもんじゃなくてガラッと変わるから、だからそこのところを主にね意識されてた方がいいんじゃないか。次が何だと、もうなかったかな、これ。あ、ところが、あ、素晴らしい人生はすぐそこにあるけども、つまり素晴らしいっていうのは移動するのに免許証もいらないや、電車賃と同じでひゅっと移動できるって、もう夢でしょ、そうです、クーラー効いてるし、もうご婦人なんかもう買い物の苦労なんて全くなくなっちゃうし、あ、ね、あ、そうするともしかしたら宅配がなくなるかもしれないね、逆に、
はい、自分でちょっと買いに行けばいいから、まあ、そういう変化はもう山ほど起こるでしょ。そうですね。運転不要、交通事故なし、お酒 OK、 買い物便利、通勤楽ちん。でも抵抗あるだろうなという文字が置いてますけど、そうなんです。だから世の中の変化は必ず抵抗を伴いますから、これも一応考えてた方がいいんじゃないか、はい、だけど方向はもうこれ決定されて、さっきのカローラの店みたいにもうすでに転換してしまってるところもあるということですね。だから財布不要、お金の事務なし、実質賃上げ、これ賃上げになるんですね、あの効率が良くなりますから、心配のない人生だけど、まあ抵抗ある、まあできないじゃろうなかとか、今まででいいんじゃないかとか、俺運転したいなとか、こういう抵抗はもちろん、やっぱお金の札、紙の札がいいよなっていう人も今いるでしょうね、当然。札をベラベラってしね、そう、悪い気な人が、でも素晴らしい人生はすぐそこにあるか、あるが寿命がそこまであるかどうか心配ですね。須田さん、僕はね、あっという間に変わると思いますよ、まあ、圧倒的にもね、信号なくて酒飲んでも乗れると、安いと、タクシーの5分の1とかなるから、山手線とあまり変わらないと、いや、それからもうお金全くないと、それからこれに あれがね、いつ来るかが問題ですけど、顔面認証ね、それもちろんあの家に帰るとドアの鍵はいらない、それいませんよ、顔面認証ですから、今でもありますけどね、もっとあのきちっとしたものができますから。いや、うちのマンションもね、今度ね、あの鍵のシステムが変わって、あの何その電波出すんだろうね、それを持ってると、要するに別にかざさなくても、表に出さなくても、通過するだけでドアが開いたりとか、そう、もうそういう時代に、そうそう、あの特にあの須田さんみたいに特徴的な顔してる人はね、もう顔面認証で大丈夫、世界でも須田さんしかいないと、いないだろうね、シワの数が多いと。でもそうすると山手線消火とかどうなっちゃうんだろうね。山手線消火、まあそれ歴史的遺物ということになってこないだろうね、みんなね。これはね、僕がここで今日紹介したのはね、多分急激に来るんですよ、だから殿を見てる人がある程度頭の中で考えて、これ相当な変化だから、パッとは分かりませんからね、だからそれはちょっとまあいいんじゃないかと思います、ね、心の準備としてはどうしてたらいいんですか、心の準備、俺これに対応できるかなって、やっぱ何回もね、このこういうこの虎ノ門のこのパネルをちょっと出しといて、何回もこうなったら俺どうなのかなって、僕でも何回もやんないとイメージが描けないんですよ。いやーもうこれね、思考実験したってそれでね、今までは自動運転にしてもデジタル通貨にしても大きな障害があったんですよ、つまりデジタル通貨だったら中央銀行とリンクしてないから、もうどうすんのって、もうこんな上下したりしたらどうすんのとか、価格が今の持ってる円が下がったらどうすんのとか、そういうのあったけど、これ2つとも全部解消しちゃった、現実的になったって、でもこれスマホ落としちゃったらどうなんだろうね。あ、スマホはこの頃落ちなくなるんですよ。落ちなくなるんですよ、ね、これもまあまあなりますけどね、ある程度落としたらビーッとなるんですよ、落としたとこで分かるんです、スマホの方からこう俺をなくしてなくしてよっていうふうに、私落としちゃダメよって言ってこれはもう間もなく、おそらく僕の感じではもう来年ぐらい、世の中になりますね。だからそうするとね、スマホ一つ持ってりゃね、家はシュッと入れるでしょ、だからもうどこ行ったって買い物できるし、だからそれはもうね、今ねもっと現実的になって、そのね税金のやつはいいんだけどさ、人間は税金とかやっぱりズルするから、それもやっぱりこう緩和しなきゃないでしょ、で使いすぎるといけないっていうんで、現金みたいに財布みたいになって、でもうこれしかないっていうね、調整できるようになる。そうです、だから無限に使えるとかそういうことない、一番最初そういうシステムでやるっていうけど、やっぱり人間だから、だんだん修正されてね、今はそういうの全部できるようになってね、もう今の案でできます。でもさ、そうなってくるとさ、あんまり全部透明化しちゃうと風俗とか行きにくくなっちゃうよねこれもうどうすんだろうね。それもちゃんと風俗に行った時は妻に分かんないように行けるシステムは多分なるほど、アプリで言ったら、アプリですか、いやあのね、この頃のこういう類のもののいい点はね、相手が人間であるっていうことが分かってやり始めて現実化してきたんです。
それまではお前らまあなんか物だからこれでいいだろうって言うんで全部潰れていったんですよ計画が。でもそこに例えばバーチャルリアリティなんかも加わってくるとまた、ね、あそうそう、うん、違うでしょ。だけど僕なんかサボりだからね、家の鍵持っていかなくていいと、忘れてもいいと、財布もいらないと、もう何でもこんないいことじゃないけどね、あの税金の申告もいらないんですよ多分ね。だけど税金の申告はね、その脱税できる範囲をこれ以下の人はってやると思う、もう税金の申告いりません、全部取引分かってるから、自動的に国のコンピューターで計算してあなたの税金出しますとこういうことになる。もう意義だけだ。そうす税理士もだからよく言われるように税理士がいなくなっちゃう。だからこれ将来的になくなる商業職業とかさよく出てくるけども、こういうことと関連してるんでしょう、ね、ものすごくす、ね、だからタクシーの運転手だけじゃないんですよ。別にこれはもうタクシーの運転手とかそういうもんじゃなくて、もう資格もどん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 なくなっていくしね、で我々みたいな人どう、なんかあることないことベラ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 ってあることないことって言わないでください。あの非現実的なことを言うのは残るわ。あ非現実的なじゃあ芸人はギリギリ大丈夫ですかね。芸人はだ、いや芸人の代わりのもっと芸人よりか面白いのってできるかもしれない、ああその時は駆逐されるかもしれませんね。覚悟しておこう。はい、いかがですか須田さん、ここまでの先生のお話を伺って。いやだからさ、いや一番衝撃的だったのは、やっぱり数年後には、これいや僕はね、生きてるうちにはそういう時代来ないだろうなと思ってたわけ。僕もそう思ってた、まあそうなるかもしれない。僕の場合はねあと3年中先生は100歳までありますから、先生は100歳超えられても元気ですから。そういう意味ではものすごいスピードなんですね。いやものすごいスピードね、それが驚き。それでね、あの今年2021年中に、テスト的デジタル通貨の国ってのはもういっぱいあるんですよ。だからねこれね、本当に進んでしまったら、もう各国で全部デジタル通貨使えるようになって、そしたらもう外貨との交換なんて全部やらなくちゃ、そうなってきますよね。いやこれがさ、冒頭ねちらっと先生が言われたけども、あの普通にこうね勉強され研究されてる話じゃなくて、トヨタとさ、ミーティング開いた上でそれを踏まえて今日お話したから、そうシミュレーションがね、なされてるということですから、そこがリアリティあるよね、だからトヨタが大きく方針を転換したわけですけど、その理由も分かりますよね。どういうふうになると考えて舵を切って、トヨタってあれよ、伝統的な 1500cc の昔からコロナから始まって、僕今乗ってるアリオンなんかもそうだけど、なくなっちゃったんだからね、だってカローラ1本になっちゃったね、普通の車はカローラだけ、あとクラウンもセダンがなくなっちゃって、乗用車が、あと後ろがこう長いやつだけですよ、だからいかにね変化が大きいかってことです。いい車に乗ってるのがなんかこうステータスみたいな時代っていうのがもう、いやいい車っていうか、僕なんか1500くらいが好きだから、1800小型乗用車っていうのがなくなっちゃった。だから僕今アリオンを買い替えられないんだよ、もうすでに、カローラにしか買い替えられない、すごい変化だよね、なるほど、加速度的ですね。ちょっと皆さんのご参考になればと思って、いやありがとうございました。で今回の虎ノ門サイエンス、ちょっと近未来 SF 的なね、要素も加わりましたが、すぐそこ IT VS 人生移動とお金と題してお届けいたしました。先生お疲れ様でございました。ありがとうございました。さてではお時間も迫ってまいりましたが、後半はどう